こんにちは。久しぶりに会いましたね。初めましての方は初めまして。今日はですね、以前僕埋没王という手術をこちら面にしまして、一重から二重手術になりました。埋没王という手術方法で僕はこの6ミリの幅で、やりまして、で2点止めですね、3点止めとかってあるんですけど、僕は2点止めでやってます。でこの手術終わってからちょうど10ヶ月経って、まあいろいろ心境の変化とか周りの環境だったり、まああとはどういうふうな感覚なんかこう変化があったのかということについて今日話していきたいと思うんですけども、まずはこの間発表されましたけど、ももさんいますね、アイノリの元メンバーのももさんが埋没王の手術をするということで決まりまして、で僕結構びっくりもしたんですけど、まあ、すごく決断としてはなかなか時間かかったんじゃないかなと思います。彼女すごいメイクのね、ブログとかですごく人気ですし、まあ、いろんな方に止められたりもしたのかもしれないですけど、かなり思い切った決断かなと思いますが、何点止めでやるんでしょうかね。まあ、そういった形で公にして今から整形しますって言った有名人の方って結構珍しいんじゃないかなと思うんですけど、普通隠すようなことですからね、整形というのはね。で、まあ話戻ると、まあ、整形をして何が変わったかっていうと、まあ、僕自身もコンプレックスがあったっていうのとちょっと違うんですけども、やってみてやっぱ多少自分にこう自信じゃないですけど、こうファッションにしてもなんかにしてもちょっとやっぱり昔と買う服が違かったりとかっていうのはありますね。おしゃれがしやすくなったっていうのかな、なんかちょっと髪とかもちょっと違う感じで見えたりとかいうので、まあね、今ちょっとカラーしてますけども、まあそういった形で変化っていうのはあるかもしれないですね。なので多分自信がつくという部分では、それ二重にしたからモテるとかそういうのじゃ、鼻をね高くしたからモテるとかじゃないと思うんですけど、自信がつく分それだけ今までの自分と違った人と交流が持てるのかなというふうに思います。ちょっとうまくまとめれたな今は、はい、ですね。なのでやるやらないはすごく大事なことだと思います。痛みを伴いますしね。で僕の場合はもう腫れは引きましたけど、ちょっと酔っ払った時とかにはちょっと不自然なむくみ方をするので、そこは結構普通のもともと二重の人は結構腫れると一重になるとかあるじゃないですか。それが絶対にありえないんで、ここに物理的に物が入ってますからね、異物が入ってますから、そういった部分でちょっとあ、やべえっていう時の顔はありますね。で、まあ、10ヶ月も経つと周りももう慣れてきて不自然じゃないっていうか、なんかこうね、前はうわなんか見慣れないっていうかね、結構笑われたりしましたけども、今はさすがにもうこの顔で慣れて、前の顔見たら結構びっくりするんで、僕もなんか嫌なんですよね、前の顔嫌だなって思う時たまにあるんですけどね。でやっぱりその恋人作るとかそういうのになった時には結構困るなと思うんですよね。そのちょっとうとついちゃってる部分が多少慣れてもあるので、でまあ女性の結構メイクとかもなんかねすごい違うっていう人もいるし、まあそれに比べたらかもしれないけど、やっぱり多少は言っとかないとっていうね部分が結構あって、逆になんかこう付き合うこう感じの踏み込み、結構そこがね難しいなって思う時期もありました。本当に理解力のある人だったらそういう風なとこも別にいいよって言ってくれる人もいると思うんですけどね、やっぱそこがどうしても今からやろうと思っている人はすごく悩みというか、そういった部分もあると思うんですけど、実際僕は埋没なんで結局消えたり戻ったりするのはもう確保してるんで、そこでもねだいぶ値段も違うしリスクも違うんで、まあ、失敗したらもう終わりなのは、終わりって言ったらですけど、もう切開はもう戻らないですから、縫っちゃって中の脂肪も取っちゃいますからね。なんでまあやるなら埋没の方が僕はまずはおすすめかなと思います。どうしても取れちゃったりとかするんで、それが続くようだったら切開もいいのかなと思いますけど、そこはやっぱりその予算とか都合もあるんで、そこと相談して決めたらいいかなと思います。まあいろいろ質問とかいろいろねもらっているんですけど、まあ病院の名前とかちょっと伏せますが、僕はモニターというかちょっと遊び半分で行ってモニターで
どうですかっていうのでやったぐらいね、ちょっと人とは値段が違うかなと思うんですが、まあ安い人で3万円とかね、まあ、5万円とかまあいろいろあると思うんですけど、3万円5万円っていうのも結局はその取れたらそこで終わりで、また3万円払うんだったら僕はその保証がついたやつの方が賢明かなと思いますけども、ですね。またちょっと話変わりますけど、最近タバコ税がだいぶ減ったというような話がありまして、加熱式タバコ、アイコスとかグローっていうんですかね、今新しく出たこれですけど、別に回し物じゃないですよ。これをね今僕買って、もともとそんなヘビースモーカーじゃなかったんですけど、これで吸ってた吸い始めてからはだいぶなんちゃうニコチンが入ってないんで部屋で吸えるんですよ。で僕すごい暑がりなんで、外に出てタバコ吸うのがね、今夏ですから8月のだいぶ暑いですよ。もうそしたらもうね、外出て吸うのも嫌だし、タバコ臭いのもすごい嫌なんで自分が、なんでそれで変えたんですけど、かなりいいですよ。ただこれ問題があって、東京都内に僕今住んでるんでいいんですけど、田舎帰った時にマジでどこに売ってるんですよタバコが。でこれ味が3種類あって、普通のと、メンソール、ミントと超メンソールみたいなやつがあって、で僕もともとメンソール吸うんで、すごくね、味も、もうただスースーしてて煙が吐ければいいんだなっていう結論にたどり着いたんで、僕は全然問題ないんですけど、これね400円かな1箱します。ほんと売ってないともうね話にならないんで、それだけがちょっと問題なんで、これから買える方はまあ全然いいと思います。それで我慢できるっていうか、吸ってる気持ちになるなら全然いいと思うんですが、まあそんなねタバコ税とか関係ないんですからね、こっちはね、いいと思いますよ。これから日本がね煙のない、煙は出ますけど、肩身の狭くない社会になればいいかなと思います。だからね、新幹線とかもね、これは OK にしていいと思うんですよね。このグローは匂いもそんな少ないし、検温化っていうのもねどうかと思うんですよね。煙が嫌な人たちですからね。じゃあもう燃やしてるのとかも嫌なんですか、ゴミを。まあ、違うと思いますね。これは OK にしましょう。そう、匂いも少ないんですよね。灰も出ないし、それでかいですよ。でこれこのままゴミ箱捨てれますからね、吸い終わったらね、本当に。まあちょっとついでなんで、じゃあどういう風に吸うかをちょっとご覧に入れましょう。まずアイコスと比較して違うのは、アイコスは中にもう一本なんか長いやつが入ってでかいですよね、こんなね。でこれかさばらないです。このままこのタバコのこれを突っ込んで長押しするんですよ。そうするとブンって今揺れて、今この時計でいうとこの15分になってるんですけど、これが最後に来るまで、その一周するまで待つんですね。でそうするとまたブルって揺れるんで、そうするといつも普段に吸ったようになります。ちょっとしたブリックみたいな感じでね、タバコとしては新しいんじゃないかなと思うんですけど、これね僕すごいラッキーだったのが、5000円で今買えるんですよ、この時期は。2017年の8月とか4月中とかは特にコンビニエンスストアでやってて、でちょうど僕その時ファミリーマートで買ったら、なんかくじ700円以上買うと1枚くじ引けるやつに当たってて、で7枚引けるじゃないですか、4900円で5000円だから、ただね4枚当たってたんですね。ちょっと煙見えないかもしれないですけど、普通に煙出ます。でミントだいぶいいです。もうただのミントで十分、かなりスースーします。でこれも確かね3分半ぐらいこれ吸った状態で入れるんですよ。だって3分半だったら勝手に消えちゃうんで、昨日もやったんですけど、居酒屋でこれスイッチ押したまま置いといたら気づいたら終わってましたけどね。煙がないから匂いがないんで、ついてること忘れちゃうっていうね。でいろいろついてるのが、もちろんこれと、あと USB ケーブルで充電、これ充電なんですけど、こういうサイズのやつで、あとはスティックのこのね中で掃除するやつで、多分だけど僕アイコスってやつを見て思うのは、それよりも掃除がそんな手間がかかんないです。20本に1回なんかゴシゴシすればいいだけみたいな感じで書いてあったんで、だいぶ楽だと思いますよアイコスよりは。
まあ、日本もいろいろとね力、まあ、これ日本のものじゃないですけど、もともとニュージーランドかな、そうでもだいぶいいんじゃないかなと思います。こういう社会になっていけばいいかなと思ってました。はい、というわけで長くちょっと寄り道道それちゃいましたけど、話が、あのまあ2人の、もし質問とかねあったら、あの答えたいと思うので、で次もしいい質問があったらその質問を答える、なんでしょう、チャンネルっていうんですか、番組っていうか、ビデオにしたいと思うので、ぜひあったら質問の方お願いします。それじゃあまた会いましょう。 See you! さよなら。今日 Thank you for watching this video. Please subscribe. チャンネル登録よろしくね。